ヘンリー・チャドウィック野球のスコアカードヘンリー・チャドウィックは19世紀のアメリカ合衆国の歴史家、スポーツライター。イングランド南西部のデボンにあるエクセターで生まれた。野球の試合の記録方法や選手の成績の統計手法を考案し、しばしば野球の父と呼ばれる。兄はイギリスで公衆衛生の改善を訴えた社会改革者のエドウィン・チャドウィック。 チャドウィックは1844年からブルックリンのロングアイランドスター誌にスポーツの記事を書き始め、また並行してニューヨークタイムズ誌のクリケットの記者も務めていた。記者時代にゲームの記録方式としてクリケットのスコアカードを元にした野球用のボックススコアを考案し、また選手の成績の指標として打者の打率及び投手の 防御率の計算方法を考案したとされる。1850年代にチャドウィックは野球規則委員会の委員を務め、1858年に完成した初期の公式野球ルールの編纂に尽力した。これらをもとに、1860年頃には公に出版された最初の野球の年次ガイドであるザ・ビドル・ベースボール・プレイヤーを編集、数年にわたって出版する。 ワシントン DC のナショナルベースボールクラブが1867年に行った国内の巡業と1874年のイギリスへの遠征の際には記者権公式スコアラーとして同行している。ナショナルリーグが創設されて間もない1880年代の初めには友人でもあったアルバートスポルディングが監修していたナショナルリーグの公式ガイドの編集を行っていた。 スポルディングとは親友だったが、1907年にスポルディングが主催する野球期限調査委員会が発表したアメリカにおける野球の期限については否定的に見ていた一人でもある。1908年にブルックリンにて死去。1938年に発展貢献者としてアメリカ野球伝道入りしている。ありがとうございます。